田中泯さんは、フェリックス語りとどのようにして、お会いになったかということを、まずお聞きしたいということなんですけど。はい、ですね、1983年か84年だと思うんですけども、ちょうどパリで、日本の文化紹介の一環としてですね、踊りに行った時に、ちょうどそこのその時の観客の中にフェリックスがおりまして、それでその後踊りの後にディスカッションがありましてね、それでやけにしつこく質問をしてくる人がいる、その人がフェリックスだったんですけども、早速その後一緒にお会いするようになったわけなんです。 その後ですね、僕はその当時80年代、そうですね、91年ぐらいのまでの間ですかね、毎年のようにフランス、パリには行っておりまして、向こうに行くたびに、彼の家に訪ねて行ったり、彼はもちろん踊りを、見に来て、くれたり、してました。それとその間に一度日本にいらした時に、私がやっている農場まで訪ねてきましてね、で随分楽しい時間。ですね、今僕がこうして生きている、ことの中に、なんかこうフェリックスをこう切り出すというかね、こうつかみ出すことは、非常に不可能なことなんだけど、またそれをあえて言葉にするというのも近いんですがね、すごく深く僕は関係してると思います。それでかなり、日常からちょっとかけ離れたような濃密な時間を、過ごすことができたと。フェリックスの大事な仕事の一つとしてラボルトが位置づけられていたということは、随分話から、伺ってたんですけども、これはもうある日突然「お前踊ってみる気があるか」っていうふうに彼から言われて、もうもちろん即答でね、僕自身がその界隈っていうかね、もう世界のことに対する関心っていうのはすごく僕は深かったから、すごく実現したような気がするんですけど、これはもうダンスのやっぱりすごく大きなテーマだと思うんですけども、自分自身の境界ですね、境界線とか、それから、自我っていうものとか、私個人っていうようなものっていうような問題っていうのは、いつも自分の中でなかなか定まらないで、いろんな位置に自分自身が変わっていきながら生きてるというのは、これは明らかなわけで、ですからそういう精神病院のようなことっていうのは、僕にとってはすごく、避けられない、ことなわけですね、事態っていうんでもいいんでしょうか。その病院の環境そのものにもかなり僕は驚きましたけども、踊りはどう言ったらいいのかな、僕は、いつも一生懸命踊ってるんですけども、どれがより一生懸命だったんでなかなか言えないんですけども、克明に覚えてます、その時の踊りのことをですね。で踊りながら、患者さんの人いちいちの反応みたいなものも、自分自身では、見ていたような気もするし、その時の自分のその心の動きみたいなものも、よく覚えてまして、
すごいこう共感っていうのかな、僕自身が あちらに行ってしまいそうな、そういうこうある種の危うさみたいなものが自分の中に現れたことはよく記憶してますね。Ah, madame, deux défrils, deux défrils. Demandez bonbons glacés acidulés. C'est drôle ici.
そのまあ普通の日常でも、僕たちのその人間の体っていうのは具体的にその動かなくても動いまあビジュアルに言ったらいいのかな、動いてなくても中が動き始めるとかですね、気持ちはしゃがんでしまうとか、自分の中では一歩足が出ているのにそれはでも具体的には一歩出してなかったとかっていうようなことっていうのは結構あると思うんですけども、僕はあの患者さんの体っていうのは結構そういう部分で、たくさんその日常が過ぎているんじゃないだろうかというような気がするんです。で、体の中ではもう何千本というふうに何千歩も歩いているような状態なのだけども、実はそこにずっといるというようなこととかですね、なんかそういう肉体って体っていうのは僕にはとってもこう満ちているというか、密度の高い体っていうふうに僕には思えるんですね。ですから具体的にアクションが取れる人はまだいいんですが、その取れないでそこにいる人たちっていうのは僕はすごくそのそういうその密度っていうのを踊っててとってもこう感じる方なもんですから、その踊ってる時の時間の密度の高さっていうのはすごかったとも思ってます。で、窓で、ビデオフィルムを見ますと動いてる人はわずかなんですね。で、ほとんどの人が動かずにそこにいるんですが、その人たちから走ってくるものの強さっていうのはとても、うまくやらせないくらいに強いものだと思います。Moi je crois qu'il a pas fait une danse japonaise. Voilà. Il a fait une création universelle. Ah bon, on a dit que c'était le buto qui est né après Hiroshima. Oui, mais c'est savoir. C'est une danse que on connaît, le kabuki, on connaît le do, on connaît tout ça. C'est la mention, c'est sa création qui a baptisé sa danse, le buto. Oui, enfin, Alexandre. Je pense. Allez-y. Je trouve que c'était formidable parce que ça représentait toutes les choses, tous les gens qu'on a connus, ou alors toutes les choses qui se sont passées et que. Eh ben vas-y. Toutes les choses qui sont passées. Ça résume la culture universelle. Ça résume la culture universelle. Non, mais je cherchais le mot. Moi, je trouve que c'est bien, surtout parce que ça représente tous les faits qui se sont passés, toutes les choses qui se sont passées à la bord. Pendant les dernières années, quoi. Pourquoi par exemple ? Moi, ça me faisait penser aux camarades qui sont décédés et qui sont partis maintenant vers le ciel et tout ça. Ça me faisait penser à tout ça. Ou alors. Ou alors, moi non plus, je sais plus comment dire. Ou alors, je me souviens plus. Je peux plus, je sais plus comment dire. Enfin, ce qui me concerne, ce qui m'a frappé, c'est que on parle beaucoup de choses humanistes, culturelles, on parle pas d'art. Et là, nous venons d'avoir une expression fugitive, mais admirable, éternelle de ce qu'est l'art, par l'économie des moyens, par l'esthétisme, avec le minimum de choses. L'humanité passée à travers cet homme qui m'a bouleversé. J'ai pleuré tout le temps. Et je pense que, de la vie à la mort, comme il l'a fait si bien, il a tout exprimé. Des problèmes qui nous assaillent
qui nous font réfléchir, qui ne nous sont à aucun étrangers, et en si peu de temps, il a réussi à boucler la boucle, et je lui dis qu'il est le Picasso de la danse. J'ai senti, et puis c'était un hymne à la joie dans sa misère profonde, c'était magnifique, quoi. C'était voir quelqu'un d'aussi désespéré, d'aussi acculé au désespoir, avoir des éclats de gaieté, de saut, de joie. C'est un danseur japonais qui fait parler la terre en dansant. Il ressemble ainsi aussi à un danseur indien qui fait sur la terre pour expliquer, pour dénoncer qui tourne autour, qui parle, qui il y a, qu'est-ce que la terre raconte, pour tout expliquer, c'est tout. Reconnaissance qui me vient du fait que je suis membre correspondant de l'Institut Hiroshima Nagasaki et qu'à ce sujet-là, je suis donc assez bien placé pour reconnaître cette dimension extrême des limites de la vie, l'extrême limite de la vie. On peut parler comme ça, de limite, de point de capture et de point de limite qui donne une stigmatisation, une irisation du point d'horreur qui est tout à fait inimaginable. J'ai rarement vu ça. Je suis bouleversé. Vraiment, bouleversé. Je pense que c'est une preuve assez particulière et du moins certainement pas occidental, que le mouvement est toujours quelque chose d'intérieur. Par des effets microscopiques, ce rythme et cet espace qu'on se crée est toujours un rythme de l'intérieur. Pour moi, c'est très important d'avoir pu montrer toutes ces fluctuations intérieures qu'on peut vivre ici aussi et de les voir un peu s'exprimer de cette manière. Ce que j'essaie d'exprimer à travers ma danse, c'est une certaine forme d'intériorité. Mais ce n'est pas de ma seule intériorité dont il s'agit. C'est pour cela qu'on peut, lorsqu'on veut, sentir à travers ma danse quelque chose de commun à partager ou à retrouver.
とですね、ディスカッションっていうか患者さんたちが、まあボソボソと話す人もいるし、実に簡単にベラベラと喋る人もいるし、まあ、この多分言葉を出すという行為そのものにもやっぱりいろんなその、滞ったり立ち止まったり、つまずいたりするような言葉の出方みたいなものはきっとあるんだろうと思うんですね。ただその体の密度と言葉っていうのはどのくらい関連しているのか、だから患者さんの顔を僕はもうまざまざとこう見てしまう、顔と体をね話している時の、それもよく覚えてるんです。ですから言葉の内容というよりも僕にはその話し方とか出てくる言葉の速さみたいなものだとかですね、人によっては自分が喋ってるっていうことにある種のこう恍惚感を感じたりなんかして喋ってる人もいたし、それから出すことにすごく言葉が自分の口から言葉が出たことに驚いているような人もいたし、それも多分日常僕たちが言葉を出す時っていうのはもう慣れっこになって出てることが多いんだけども、その患者さんたちの言葉っていうのはやっぱりどこかでとてもこだわりがあって、それもすごく面白かったですね。まあ、内容に関してはもう僕は結構覚えてる方だけども、そんなにその内容について話すことはあんまり必要ないかと思いますけども、そのフェリックス語りの思想、あるいはフェリックス語りが書いたことについてミンさんがどのようなことを、これは僕の踊りの師匠の土方辰巳っていう師匠の場合もそうなんですが、彼はまあもういなくなって久しいんですけれども、僕はいまだにディスカッションをしているような気がするんですね。でしばしば彼だったらどう思うのかなって思ったりするんです。それでいつの間にか彼だったら今僕がこういうふうに考えているように考えるんじゃないかなと思ったりもするんですね。でこれは語りもとっても僕は似たように思うことがあって、ね、今でも時々瞬間に彼が入り込んでくるようなことがあるんですね。でこれは語りのようだなと思ったりなんかするようなことがあるんですよ。でそのやっぱり一番の大きな特徴はね、なんて言ったらいいのかな、その言葉で諦めちゃわないというようなところだろうと思うんです。で言葉では尽くす、まあ要するにやり尽くせないというようなことがいつも言葉にはなっているんだということ、だから彼はおそらく言葉で結論を出すことができないということをよく知ってた人なんじゃないだろうかなっていう気がしてるんですね。で消えちゃったんだけども消えてないみたいなところが僕、まあ、どうしてもダンサーってこんな表現しちゃうんだけども、なかなか現実には、存在してないんだけども、そういう人間を存在させて生き続けるのがダンサーなんですね。で僕はだからまだフェリックス語りをには死んでもらってないというところなんでしょうか。僕はあまり思想を、言葉として語ることがとても苦手で、ダンスの結果としてね、思想のようなものが僕の中でうごめくことはいくらでもあるんですけども、でもそこからダンスが始まることはまずないんですね。思想からダンスを始めたんでは僕はダメだと思うんです。やっぱりダンスはどこまでもいつもこう自分を白紙に戻すような状態から始めていかなくちゃいけないと思ってるんです。だから出たり入ったりするのがダンスだと思ってまして、それが多分語りと話してて僕が得た一番大きな勇気に近いものだったと思いますね。なんかこう積み上げて生きていくんじゃなくて、もう少しなんか自然に近いこうあり方みたいな
僕はやっぱりその無垢な体とかですね、まあ、イノセントっていうんですかね、体とか表面がやっぱり一番自分にとってまあ憧れであり、その次元っていうのかな、どんなに年がを重ねても無垢な瞬間っていうのは僕たち持ってるわけですね、まあ、男の場合は少年って呼ぶんでしょうか、なんかそういう無垢な状態をこういつもこう喚起される相手がやっぱりフェリックスガタリだったっていうような気がするんです。でガタリはひょっとしたらあのラボルドで患者さんたちの中にもそういう無垢さをすごく見てたんじゃないかなっていう気がするんですね。それは強烈に僕は共感してるところですね。幼年期の無垢な自分が破壊されていくことに対するレジスタンスであったり、あるいは、混乱であったりする、そういう表情とか表現みたいなものがやっぱり多分精神を病んでしまう人たちの中にたくさんあるんじゃないかと僕は思ってます。